末広伊豆太郎11月30日から1951年9月11日は、大正、昭和期の日本の法学者。東京大学名誉教授。小像医、訓一等随法省。研究対象は、民法、労働法、放射科学。川野県、白文科。生後45日の伊豆太郎1888年、大新院判事であった。 末広原石の長男として山口県に生まれる。東京海星中学、生息英語学校、第一高等学校を経て、1912年7月に東京帝国大学法科大学読法科を優等で卒業し、銀時計を授与される。同大大学院に進み、1914年7月、東京帝大法科大学助教授となる。1917年11月、 民法研究のため、シカゴなどへ留学。1920年4月、法学博士号を取得し、同年9月に帰国。1921年4月に、東京帝国大学法学部教授に就任。1942年3月から1945年3月まで、東京帝大法学部長を務めた。1946年3月31日。 東京帝国大学を辞職。その後、連合国軍最高司令官総司令部の政策の影響を受けて、教職追放を受けた。1950年9月に直腸癌の手術を受け、1951年9月11日、東京都世田谷区うなね町の自邸にて死去。62歳没。母所は、豊島区駒込のソメ霊園。 2.1ゼネスト突入直前、中央労働委会長として、接衝を行う末広石黒忠厚農省の下で、小作立法のための調査を行い、戦時下には、中国農村観光調査の中心となった。第二次世界大戦後、東大を退職して、GHQ のもとで、労働参法の制定に関与した。1946年に、 東京都地方労働委員会会長、船員中央労働委員会会長に就任し、1947年には、三宅翔太郎の後を次中央労働委員会二代目、会長となった。1951年、日本労働組合運動士で、毎日出版文化賞受賞。また、末広は、日本水泳連盟の発足に尽力し、1927年には、 水泳会長にも就任している。ベルリンオリンピックには水泳競技の役員として参加した。水泳選手のために練習実測を1939年に制定したことでも知られる。また国民への水泳啓蒙を図るべく、第日本水泳連盟が国民皆良いの歌を制作、発表した際には自ら作詞の筆を取っている。第二次世界大戦後に、 日本水泳連盟が再建されると、1949年には、連盟名誉会長に推挙された。また、大日本体育協会には、1914年に、水上協議大会役員として入って、以降、1922年に、常務理事、1929年に、専務理事に就任。一旦は役職を離れて、普通の理事や、 参与などを務めた期間もあったが、1936年に評議員となり、1938年に大教理事長に就任。体育団体の戦時統合により結成された、第二本単育会では1944年に理事長に就任している。家族と共に民法研究に多くの業績を残しただけでなく、労働法学の創始者にして、放射改革の先駆とされる。 軽妙な語り口で書かれた民放雑記帳、嘘の公用等は法律専門家ではない一般人にもよく読まれた。愛称はガンちゃん。末広はドイツ民法学前世の時代の日本の民法学説を概念法学であるとして徹底的に批判し民法学の展開をもたらした革命児である。末広はもともとドイツ法流概念法学の代表とされた 川名門下であり、留学前に上司した再建法格論の体験書も概念の性格を重んじたものであったが、第一次世界大戦により予定されていたドイツ留学を断念せざるを得なくなり、当初はアメリカに留学することになる。末広は帰国後教授に承認すると、留学時代に研究した社会学の成果を崩壊釈学に持ち込み、 実生活に内在する生きた法と国家の制定した法律を区別し、判例こそ具体的法律であり、判例研究をしないで生きた法を知ることはできないとして、穂住しげとと共に民法判例研究会を設立した。そして、当時ドイツ法学の極端な影響下にあった法律学に対し、概念と論理をもてあそんで法律を理解したかのように振る舞っているだけで、 不可と断じて徹底的に批判した。当時行われていた判例研究は判決に対し賛否を論じるというようなものであり、末広が提唱した判決の前提となった事実を詳細に調査し、従前あった判決との関係を調べて法の具体的変遷を明らかにするという手法は現在では当たり前のものとなっているが当時は画期的なものであった。その反響は大きく、 当時ドイツ流の民放解釈学を完成させていた、鳩山秀夫に衝撃を与え、学会を去る演員となるにまで至る。鳩山の弟子である、阿妻久氏も末広に、大学院で指導を受けており、末広の学風を受け継いでいる。また、末広は、法律と生きた法に乖離があるとし、国家の制定した法律に対立せざるを得ない、現実の労働問題を直視して、 従来商法の一分野とされていた労働法の研究を進めて日本で最初の労働法の講義を行っただけでなく欧米と異なる日本独自の法の現実を知るためには日本古来の農村を調査してその監修を知る必要があるとして法社会学の基礎を築いた役人学三則は専門性を追求しない法規を盾に形式的理屈を言う 縄張り根性の寛容といった役人の仕事にありがちな問題点を皮肉った文章である。以上のように、末広は4人の追随を許さない変幻自在の思考の持ち主であったが、後進の研究者からは、末広理論を純化承継できる人物はついに現れなかった。以降は孤独が自分の性分であった。ありがとうございます。